番最後にこれ紹介しようと思ったんですけど、あのいつも講演をやって一番最後に紹介しますっていうと大体時間がなくなって、紹介することがいつもできなくて悔しい思いをしているので、最初にちょっと紹介します。でこれは外大で、漢字を教えている時に同じ昔の中にやっぱり自分でどん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 できる学生とやっぱりちょっと重い漢字の習得がどうしても重いという学生がよくよく分かれるんですね。でできる学生はどんどんこれで自分でどんどん勉強してくださいっていうために作ったウェブサイトの教材で、その教材で、アドレスあるんですけども自分でも覚えてないくらい面倒くさいんで、便妙字で優しい漢字でヒット、大体ヒットすると思うんで、でこれのですね、この優しい漢字というこの部分をいくらこう押しても何も出てきません。で次のこの使い方、色が変わるこの使い方を押すとその使い方が和文と英文で出ます。でここの優しい漢字初級編っていうのがあって、それを開くとこれはもともと冊子の本にしたものなんですね。本にしたものをウェブサイトの教材に作り変えただけなので、これ初級編で、大体ですね最初これにもあまり必要がない、興味がある人は言ってください。で、漢字後で、説明しますが、このような意味とか、熟語とかですね、音読み訓読み、それからイメージが筆順、それから次回ですね、成り立ち、それからその英訳というふうな説明があります。具体的に例を示して説明します。ずっと見ていくと、最初はですね、ここは目次なんですね。目次でこれ漢字番号1からずっと振ってます。どこまで振ってるかというと、これ初級で、教えてる漢字がだいたい768ですね。768字。これを、外大に来る留学生は泣きながら3ヶ月半で。でも彼らは奨学金もらっててアルバイトしなくていいんで、朝の8時半から3時か4時ぐらいまでずっと勉強 してればいいわけですから、そういう意味では恵まれてるその代わりに留年は認められない。留年すると奨学金が切られるっていう、虎の門というか、その非常に地獄の特権を受けるわけですけど、懐かしい、卒業した後はね、とても懐かしいって言うんですけど、やってる間は泣きながらやってるんだと思うんですよね。教師の方っていうのは、ね、学生の最小限の努力で最大限の成果を得られるようにって、教師は頑張るんですけれども、なかなかその言葉通りにいかなくて、学生もやっぱり最大限の努力をしてるみたいですね。でこれは検索用で母音読みの検索、本当はそのパーツパーツ漢字の、私後で説明しますが、漢字をパーツに分けてるんで、そのパーツで検索できるようにしたかったんですけど、すごくお金がかかるんですよね。問題はお金です。でそのお金があまりなかったんで、その母音読みと訓読みで検索できるようになったんです。でこれが母音読み検索で、訓読みの、まだ音読みですね。でここからが訓読みの検索、あうんから始まるんですけども、あいうえおの順になっています。でこれは電車の中でもちょっと重いんですけれども、電車の中でも大きい本を持たなくても、タブレットか、そのようなので、聞けるようになっているので、ちょっと便利かなと思いますね。本を持ち歩かなくていう。
ね、訓読みがずっとで検索できて、ここから1ですね、やっぱり1から始まるんですけれども、で、これはね、順番通りでなくても、例えば、悪い、これをすると、すぐ悪いリズムが出てきて、まあ、ここで、漢字と、まあ、音読みと訓読み、ね、そして、意味、悪い、それから例ですね、その熟語とか使い方っていうのをちょっと書いて、で、ここでは言語感とか非常に難しい言葉も使ってるんですけれども、私の経験ではですね、漢字の読み方を後でも説明しますが、小出しにするとですね、その新しいその、勉強する要素が出てくるたびに失望するんですよね。例えば、先生です、学生ですっていう正義を勉強するでしょ。で、正義を勉強して、分かったって思うでしょ。もうちゃんと書けるし、分かった。で、その次に生まれるっていうじゃないですか。だから自分は正義というので、この漢字を捉えたと思ってたら、スルッと抜け出して、生まれる。その次に生卵、生ビールって出てくるし、もう そんな、いつまで経っても捕まえられないっていう、そういうなんかこう、失望感っていうか、ね、失望感をもう助長するので、私はこのあれではもう全部、とにかく全部出す。データを全部出します。だけれども、そこで自分で必要なものだけを先に覚えてください。だけども、後で覚えなきゃならないのがまだ残ってますよっていうのを意識して、次に進めるように。まあ、このような、教材があって、これは誰でも、自由に、使えますので、自由にタダで、使えるので、学生にどんどん行って、タダで使えるよ。でね、これは、自分で、勉強するように作ったので、例えばですよ、クイズもちゃんと用意してるので、クイズも用意してて、これ15時ずつ、15時勉強したら自分でちゃんとできればですね、15時勉強してすぐよりは15時勉強して1週間ぐらい間を空けて、このクイズをやってほしいんですよね、本当に残ってるかどうか。で、このクイズを自分で、やりながら、80% 以上取ったら次の15時に進む。これは注意書きのところに書いてるんで、普通の内学外来でも 60% 以上がパスでしたけれども、漢字を 60% 覚えるっていうのは、例えば100字勉強しても60字しか覚えてないっていうのは、これはパスでもないですよね。だから、まあ、このクイズを 80% 以上取ったら、その先へ進めるというようなシステムにしています。で、クイズ A と B があって、B というのはもう一度チェック、例えば1ヶ月とか2ヶ月経った後、本当にまだ忘れてないかどうかっていうのをやるためにクイズ B をやるといいです。で、クイズ B とクイズ A というのは裏表になってて、クイズ A の答えがクイズ B になってる、ね、で、クイズ B の答えが A になってるので、まあ最初は A の方が優しいと思うので、 A をどん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 やって進んでもらっていくといいと思います。それがこの教材の、まあ、宣伝がてらの紹介です。お待たせしました。まあ、私のプロフィールなんですが、まあ、これ大したあれではなくて、私も大体皆さんと同じように、皆さんとは違うかもしれない、20代を大体トラさんにしてまして、フリーターをやってました。で、30代が攻撃機で、主にマカオとインドネシアので、40代から、東京外来に入りまして、まあ、いろいろ、客員研究員で、いろんなところに行きました。で、こういう講座をこう開こうと思って、
ったのは、従来の教授ではその非常に習得困難な学習者が、外大でもその前でもそうなんですけれども、特に外大は、例えば数十カ国から留学生が奨学金をもらって集まってくるんですよね。でその中にはいろんな学生がいて、文法的、文字的法則を探るホワイトハッカーっていうんですが、これルーマニアの学生だったんですけども、コンピューターめちゃくちゃ詳しくて、もう本当にハッキング、ホワイトハッカーっていうのはハッキングされたものを破る、それをこう破る、ウイルスを破るぐらいの能力を持ってるその学生なんですけれども、漢字が覚えられない。でどうしても法則が知りたい。で彼は1年かかってその法則を、私の担当の学生ではなかったんで野放しにされてたんですけど、ほっとかれてずっと漢字の法則を探るために1年費やして、でその子が探したのは習った順に覚える。でコンピューターにずっと習った順に50番までずっと、例えばこう番号入れて、なんとかの次の漢字は何と読むとかっていうふうにいちいち覚えて、でそのシャッフルするんですよ。ちょっとシャッフルしてみたって、シャッフルしてみたら先生もう分からないんですって言うんですよね。本当に気の毒な、だからそういう学生で、もう一人はこれパパニューギニアからの学生なんですけれども、漢字が黒丸に見えたその博士、これは最終的に博士号を千葉大学で取ったんですけれども、でそう博士号を取るぐらいの学生なんですけれども、漢字がこうすぐ覚えられない。でパパはニューギニアですから、彼目が 5.0 あるんですよ。もうとても日本人が見えないものも見える。だけど漢字を見ると、見えた通りに書いてごらんって言ったら、こう黒丸彼のためには、この私が考えるその漢字系統樹より前に、こうマス目の大きいですね、これぐらいのマス目からだん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 小さくして、最後には原稿用紙の大きさにするその漢字のマス目を作ってやって、これぐらいに大きく書けば黒丸に見えないんですよね。でそれをだんだん慣れさせて、でもね、その方法でやると、ね、すぐ慣れます。もう数週間で、原稿用紙の漢字が見えるようになりました。もともと目がいいわけですからね。そして、その漢字講座で、その私が考えたその漢字のルールなんですけど、漢字系統樹を考えたのは、やっぱりこの自立支援、独力で、自分一人でその勉強できるようになっていく道筋もちょっと作りたかったんですね。でその漢字系統樹をその日本語教育連絡会議、皆さんご存知かもしれないですけども、中東の、かなり小規模な学会なんですけども、その日本語教育を海先生が準備をしていただいたんですけども、その集まりで発表したところ、その、最初セルビア大学のセルビアのベグラード大学の先生方が、今の話をうちの学生にしてくれませんかって言われたのが最初、この巡回講座の最初です。でどういうことを話していくかというと、1,2,3 まではその漢字の基礎知識ですね。で4からはその漢字のルール、漢字系統樹というのはどういうものか、でそれを応用した5番の学習法、漢字物語になっていることが多いんですが、それをお話して、それから、ここではちょっとお話しする機会がないと思うんですけれども、06番の漢字テストと、これはベルリンでお話した、そのままをここに載せているので、これが出てきて、漢字テストの作成と評価という、コンピューター時代の漢字テストっていうのは、従来の漢字テストとやっぱ別のものを考えたらいいというお話です。で、漢字の誕生で、これ学生たちにですね、大体最初漢字を始めるときってみんな、よし頑張るぞって頑張って意欲的に始めるんですけど、大体50時ぐらいになると、だんだんいつまでこれが続くのか、100時ぐらいになるともうやっぱりやめようかと思うのが学生が出てくるんです。だから学生にちょっと不安が広まった頃ですね、この漢字っていうのはこういう文字ですよ、漢字の正体を暴くっていうことをやったんですね。いつで3400年前、殷の時代にできたんですよ、で
誰が作ったかというと、まあ、伝説では宗傑という人が動物の足跡を見て漢字を考え出しました。だけどこれは伝説、ね、なぜならこれが宗傑の卵、ね、宗傑は賢すぎて目が4つありましたから、まあ、おそらくこれは伝説だと言われて、で本当はそのシャーマンたちがその作ったんだ、神との交信を整理したり神との交信の道具として漢字を作ったんだろうというふうに言われて、いつ日本へ来たかというと、まあ、このように、まあ、普通邪馬台国の卑弥呼が魏に使者を派遣したというのが239年と言われているんですけれども、そもそも弥生時代というのは大陸から大勢の、ね、稲作の技術を持った、人たちが中国人というおそらく満州人、古代朝鮮人などがロボットに流れてきているわけですから、もうその段階で、おそらくもう紀元ちょうど紀元前後頃0年頃には漢字を読める人が少なくとも日本にはいた。でその歴史的な証拠として、分かるのが、まあ、2239年の卑弥呼が魏に使者を派遣したというのは当然これ漢字の分かる人を派遣したということは、ある程度日本に漢字の読める人がいた。で公的な書物としてきたのが、まあ、500年頃ですね、百済から来たというふうに言われています。いくつこれがまあ先ほどからもずっと問題になっているので、漢字というのは拾って拾って拾い集めると、48,902字、これ大川端辞典諸橋さんの編集の、まあ、日本で一番大きいとされている辞書に言えば5万弱あります。で中国ではいやいや中国の辞書にはもっとありますよって言ってるんだけど、じゃあいくつあるんですかっていう、その数はわからない、数はわからないけどこれ以上ある教育漢字が先ほど申したように、まあ、日本の小学校で大体習う漢字なんですが1600で、まあ、学生たちにはですね、1500、まあ、覚えるとそのこれだけでは、まあ、新聞はなんとか、まあ、読めるかもしれないけれども、大学でレポートを書いたりするその資料を読むにはやっぱ1500を目標としなさいと。で常用漢字、日本の大人はこれぐらい読めて叱るべきですよという、まあ、政府が決めたんですけれども、まあ、普通はあまり我々日本人でもあまり使わない漢字を混じってるんですよね。それを混じって、2136、先ほど言われて、たとおりですね、ちょっと以前1945字だったのを増やして今は増えて、大体日本人の成人というか比較的書物を読む日本人が大体把握して捉えているのがやっぱり2800ぐらい。これは別に調査したわけではなくて、自分を基準に考えた、まあ、よく知っているという人も大体3000ぐらい。だから、まあ、日本人の大人でもこれぐらいしか知らない、ね、そのように学生には考えてもらって、で漢字の増字法、どのように漢字ができましたか、形のあるものっていうの、この辺はちょっと急ぎたいと思いますが、形のあるものというのは特徴的な形の線状化、絵を描いたんではなくて全て絵線で表したんですね。だから山というのも山の絵ではなくてそれを線で表した。川もそうです。で羊っていうのは頭の特徴を線で表してる、車、弓、牛、何でも全部そうですよね。それから形のないものはどうしたか、例えば弱い、強い、正しいというのはどうしたかというと、物に、物や事柄に変えて表現した、象徴的な物によってまたは事柄によって表現した。これは後でできれば写真を見せて説明します。作りにくいものはどうしたかというと、先ほど、まあ、形成文字という言葉が学生にはこう形成文字とかですね、象形とか指示とかっていう言葉を教えてもしょうがないんで、漢字っていうのはこの大きく3つの作り方で、形のあるもの、ないもの、それから作りにくい、例えば海とか板とかですね、作りにくいものというのはどうやって作ったかというと、発音、音符っていう発音記号、発音記号となる漢字、優しい漢字を組み合わせて作る、ね、だからこれ半という右のパーツの
私は漢字のですね、作りとか変とかっていう言葉は面倒くさいので使いません。パーツって車の部品と同じパーツっていうで、木でできている。でそれで、ソル音読みのハンですね、それを組み合わせてアンという意味で、海がこれマイなんですけども、だんだん、時代によっては海という意味で海の発音も出てきます。でそれでその海とその水を表すこのパーツを組み合わせて海中がいいなどというのは、この、音符を組み合わせて発音記号となる漢字を組み合わせて作りました。でそれがまとめ、まあ、大きくこの、学生にはこの象形とかこのような言葉は特に言いません、形のあるものないもの、それから作りにくいものという、まあ、大きくこの3つに分けられてこのような作られ方をしてますよ。それでも漢字は難しい、ね、どうやってできたかは大体分かったけれども、難しい漢字の難しさは何かというと、先ほども言ったように捕まえにくい、捕まえたと思ったらスルッと逃げてる。でその難しさの一つとしては字数が多い、字形が形が複雑、例えば難しいっていうのが本当に複雑で、形が似ている、ストロークが1本あるか舌が空いてるかだけ、空いてるかどうか、で舌に何かついてるかどうか、上にストロークが1つついてるかだけで漢字が全然違ってしまう、こういうのが非常に難しくして、それから読みが複雑、先ほど言いました生学生先生って習って分かったと思っても生まれるで出てきて、あれ生じゃなかったのかというふうに不安にだんだんなっていく。漢字っていうのは全部このように後から後からどんどん新しいことが出てくるんじゃないかという恐怖をここで植え付けるわけです。でもう一つはこの指導法ですね。でこれ言ってるように、うん、強いとか弱いっていうのは語彙的に非常に基本的な語彙なんで早く勉強するんですね。で弓というのはずっと後でしか勉強しないということは、弓を知らないでこの強いを勉強しなきゃ、弱いを勉強しなきゃという効率の悪さというのがあります。で、日本語能力試験の N5 で見るっていうのがあるんですけども、N4 で、目っていうですね。だから目を知らないで見るを勉強しなきゃ、やっぱそういう効率の悪さっていうのがありますね。だから漢字を教えるときにはやっぱこれをもう逆転していいと思うんですね。先に目を教えて目で見るから目がついているんですよって見るというふうに覚えた方がずっと効率的で、それで私は捕まえやすいように漢字の IP を作った。それを私漢字系統樹って言ってるんですけども、漢字系統樹って何かっていうと、関係図、簡単に言うとね、パーツにずっと分解するんですよ。漢字をどん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 パーツに分解して、すると、もうこれ以上分けられないっていう最小単位と、もうこれ以上、これ以上加えられないという最大単位の漢字が出てきます。で、その中間が出てきます。あとで例で説明します。で、私の分類でですね、非常に特徴的なのは、今までの漢字書っていうのは、これは起源だったら起源でずっとまとめられてるんですけども、漢字のパーツの中で主要なのは、むしろこの藩であり、主であり、このボックであり、この本、ね、編とか作りで言えば、むしろ作りの方が主要なパーツになる。だから私はこの縦のこのような括りで漢字を分類しました。そうするとうまいことを言ったんですね。例えば日が暮れる、これをどんどんパーツに分解すると、下は日、上は幕、これない日没を表すんですけど、これはもともと日没を表すと思ってるかもしれないけど、古い字っていうのはこれですね。これがもともとの日没を表す感じでしょう。こちらは日というのは、これは口と位置に分けられるじゃないですかって言うかもしれないけど、そうなるともう漢字ではなくなる、別の漢字になってしまうので、この日というのが一番最小単位の漢字、意味を持った最小単位ということになります。で、この幕というのは上が草、日、そして下が台。この台というのは古い字を調べればこれが草だということが分かります。だからこの幕というのは草、日、草
で、これはあの草原の中で日が沈むというのを表した感じですね。で、これで系統樹、系統だけで並べてみると、最小単位、最大単位、中間単位というふうに分けられます。で、他のフレルと同じような文字を集めると、このように、まあ、うまくですね。まあ、式の木というのも分けていけば同じです。だん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 最小単位になるまで分けていって、そして系統樹でまとめるとこのように車群、私小学校の時にこの、ね、先ほどお話ししたかと思うんですけれども群の中にどうして車があるのか素直になりました。素直になっても分からなかったんですよ。でこれも後でちょっと説明しますね。集めてみるとこのような系統樹ができます。制服の繊維も繊維と行人弁でいくというね。でこの繊維というのは上の位置と止まる、この止まるというふうに私たちは勉強するんだけど、もともとこれは足型です。左の足の形を表しています。でこの位置というのは何かというとこのような四角ね。この四角は何かというと、城郭、要するに、ヨーロッパもそうなんですけど、日本が水を周りに、お城とか大阪なんかはそうなんですけど、堀を作るじゃないですか。だけれども、中国やヨーロッパは高い城郭、城壁を作る。その城壁を表している。で、まあ、系統樹にすると、このように。帽子の棒もどん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 来ていくと、自慢のマンも棒と同じ系統樹に入ります。このような感じ、系統樹があります。これは棒と読むんです。帽子を表して、かぶり物、ね、図形みたいなかぶり物を表す感じ。で、それからできたのがこの冒険の棒。で、どうして、帽子をかぶったのが、ね、危険を犯すだろう。マンで終わってください。でこのマンっていうのは、これ目は寝ているけれども、ね、この上の部分というのはこの棒と同じです。はい。でこのようにして2815字の漢字系統樹を作りました。でそうすると、最小単位が333であります。だから、これはですね、分析の仕方によって違う。ハッペンジャックって言うんじゃないですか、辞書を作って。シドニーでも私同じように購入したときに彼がちょうど見て、3000なら333ですから、私の分析では308ですよって。だから彼は東堂さんね、東堂明康の分析を使ってやってるから、私はどっちかというと白川のですね。白川はなぜかというと、白川は甲骨文、一番最初の漢字である甲骨文とか金文研究をやってるんだけど、東堂はやってない。天書から天書研究はやってるんだけども、甲骨文のあれやってないから本当の次元は分かりにくいと思うっていう。ハルペンにもそんなこと言ったんですけど、で、ここら辺はあまりその下はあまり大切ではありません。中間単位っていうのは第二系統で K というんですけども、最小単位の第一系統まで群、ID で読むときには群という。610とか1872ってあるんです。これは増やせば漢字が例えば4000にすればこれはもっと増えるし、これももっと増えます。だけどこの333っていうのは増えません、多分。なぜなら5万全部私は調べたわけじゃないから、絶対増えません、命かけますとは言えないんですけれども、もうまず増えません。330で今作ってるここのセンターにもあると思うんですけども、一覧表があります。それが332、それ改定前の字で、もう一つ本当は増やした方がいいという気がついて一つ増やしました。まあ、333というのは、まあ、覚えておいて、いい数字で、数字だと。でね、この2815字の中にどういう漢字が含まれているかというのは、曖昧とか荒唐とか憂鬱とか水槽とか還元とか、こういうのは含まれています。ただ、
緊縮とかですね、バランとか、こういう一生に一度書くか書かないか、バラなんてもうラブレターでようやく書くぐらいじゃないですか。こういうのは入っていません。こういうのは辞書で調べればいい漢字ですけどね。で、漢字 ID を読むときには、例えばこの系統順で、例えばくれるというこの語というのは、日文の爆系の第三系統の字ですといえば特定できます。で、帽子の帽というのは、帽群の帽系の帽系の帽ですね、帽系の第三系統の字ですよと言ったら、もうここに来ます。こちらですね。それから漫画の漫というのは、帽群の漫系の漫系の第三系統。は逃げません。このようにする。で、私はこれを表にしたもんですから、3000マスルも表にしたもんで、ずっと続けなきゃならないんですよね。あのようなこう綺麗な形の系統図にできなくて、こういう系統図をこれをここに つなげたんです。このようになっています。だけれどもこれを元に戻そうと思ったら、赤いのを第一列。青いのは第2列に全部持ってくればいい。で残りの黒い最大単位の漢字はそのまま続ければこのような系統字ができるので、まあ、これからこの文字なんかができて、そしてこの文字につながっていったというのが分かります。器具というのも全部同じですね。で、100字ぐらい学習してくれるようになりたらやっぱりこうした漢字について、漢字ってこのような文字ですよっていうふうにお話してあげると少しは安心する、ね、ある程度正体が分かった。じゃあ漢字の学習法、漢字のこの勉強の仕方一案っていうのは、学習者っていうのも多様な学習者がいるんで、これで全部やりましょうっていうんじゃないんですよ。でこれはですね、どういう学生が、もうその理屈っぽい学生ですよ。どうしてですか、なぜですかと、私が子供だったような、子供時代の私にはですね、なんか訳を知りたがる学生、そういう学生にやっぱりこういう教え方をするといいんじゃないかなというふうに経験的に思います。で、論理的思考の強い学習者向け、漢字物語を知って漢字をイメージする、漢字をとにかくイメージしなさい。で、イメージするための材料としてはこちらが写真で、あります。その写真というのはネットからもそのままパクっているので、それを売り買いすることはちょっとできないんですが、ゆくゆくは自分で写真撮りたいとは思っているんですけどね。まあ、これ漢字イメージトレーニングという本を書いて、これは513字なんですけども、これに今文章と漫画みたいな絵で書いています。でこれが、まあ、系統樹表です。これが先ほどのウェブサイトのアドレスですが、まあ、名前を込んでもらえれば、出てきます。で、日文の学系で、これを漢字にすると、こうだけど漢字とちょっと違う。漢字っていうのはだんだん手書きになるようになって、縦書き にだんだん書きやすいように、筆で書きやすいように、丸なんて本当に書きにくいんで、だんだん直線になっていくんですね。それがだんだん直線になっていく模様がこの。でどうして中にこう点がついているかというと、パイプのように中空洞ではありませんよ、中もちゃんと詰まってますよって表すために点を打ったんですね。それでこの漢字になりました。でまず第一系統の日ができます。これが何かというと、先ほどの日没、日が沈む、草原の中に草が生えている中に日が沈むっていう、ちょっとロマンチックな絵なんですけど、学生たちはもうロマンチックどころではなくて、亡くなるようにしなきゃならない。今のが何を表すかというと、漢字にすると、今はちょっと学生の逆バージョンになってますね。この辺りというのはこう画像で見せるんです、学生たちにね。今の幕というのは、日没を表して、あのようなそのイメージの漢字ですよというのは、画像で教えます。でこれが大体古い漢字、甲骨文から金文から天文から、そして今の楷書、このようにして、古い漢字を見ると下も全部塞がっているのが分かりますね。
で、今のこの枠でね、大体この日没で、見えなくなる、なくなるという、太陽がね、なくなるという文字がないという意味の字に転用されていくんですよね。だから、これは今ではないとかね、消えるとかですね、そのような意味合いの字になっています。で、それで、じゃあ実際に日が暮れるというのはどうしたかというと、消えるとかという意味に転用されています。で、じゃあ日が実際日没っていうのはどう表すかというと、さらに日を加えて日が暮れるというふうに漢字を作ったわけですね、新しく。で、このような漢字系統順で、ここからなんですが、最初に漢字を見せて、上の枠っていうのが消える、見えなくなる、なくなるという字、それに下に土がついて、これは何の字だというふうに学生には見えている。ここは皆さん漢字を皆さん知っているので、その逆のやり方であります。土に消えてなくなるのは何かというと、ね、お墓、死体が土に消えて見えなくなる、布で消える、布で見えなくなるのは何かというと、天幕を表す。これは日本ですけども、中国でも同じ。中国でも戦争で大将を取られると、大体チェスと同じで終わるんですけどね。大将を狙撃、弓矢とか狙撃から守るために、このような幕で、覆って隠しますよね。で、ちなみにこの日本でも同じようなこういう天幕で、侍たちは戦争したわけで、でこの天幕の政府っていうので幕府ができるんですね。まあ幕ですね。じゃあ見えない力をどうするかっていうと、だからこれ学生たちはよく舌を刀か力か、これ別に刀を探すわけではない、見えない力を探すんだって言えば、あ、力なんだというふうに覚えてみますよね。惜しい。まあちょっと訓読みは難しいんですけど、募る、募集するって言うんですよね。下はこう必ず力を書く。で、心を隠す、心を見せないで、日本人とか東洋の人は何をしたかっていう、で西洋文化と大きく違うこと、このような。このように懐かしい、ね、我々の世代には非常に懐かしい、もう亡くなったんですよね、お客さん。で、この人が心を隠して、あなたが好きですっては言わない、東洋の下がこれ心ですね。下に書くときにはこのように書きますというのを一緒に教えたいんですが、下をというこの感じができる。で、完成すると捨てでなくなるというのは何かというと、これこの木型です、だから木片を使います。この型模型の模ですね、ボと申しますけれども、まあこのボっていう、もともとは型っていうものですけれども、水がないと水がない。従来の辞書だと、これは水っていう山水のところで全部分類しているんで、こういうつながりっていうのが見えてこないんですね。で、水がないので、そばの場合と見えない肉っちゃなんだ。で、体で見えないものっていうのは何かというと、これです。肉を覆うこの皮膜、薄い透明の膜を膜っていう。でね、月が出てくる、この月が出てくるっていうのは、このパーツとして月が出てくるので、むしろ肉のことが多いですからね。空の月っていうのは少ないですから、まあ、肉好きというですね、この月を見たら、肉かもしれない。
で、あの 肉を包んだその皮膜のことをこの膜、このような、で、車、まあ、時間がないですけど、車軍の軍形ですね。車とは何かというとこれではありません。なぜなら3400年前に自動車はない車って何かというと、これ戦車です。馬車ですけども戦争で使う馬車で、この馬車を裸にしてみるとというか、この人を取り払ってしまうとちょっと映りが悪いんですけども、このようになります、ね、これがあの戦車なんです。これを上から見た形があの車、ね、車は戦車で、車に軍旗を立てた形、上にこう旗がはためいている形がこの軍旗。この上はね、覆うものというような、壁っていうこのパーツなんですけども、これは物を覆うときに使います。だから軍旗っていうのが戦車の上を覆っているようにかぶっているので、この軍っていう感じができました。で、軍旗を振って指揮をするんですね。手辺をつけて、このパーツっていうのは手と同じですからね。で、手でそれで進めとか引けとかという合図を送ってたと、ね、でそうすると戦争がうまく運ぶ。これは荷物を運ぶというのが最初の意味ではありません、ね、その戦争が戦術通りうまく運ぶことが、運ぶというのが、元々の意味、それから物を運ぶという意味になる、ね、で、このような、これははためく光というのが、こう軍旗のようにはためくキラ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 とする、そのようなものを表していくと考えられます。はい、予備軍ですね、あと5分ぐらいだからちょっと急ぎですね、これはもちろん予備軍、ね、これを早く教えれば、あの強いとか弱いっていうのが入りやすい。これは何かっていうと、これは本当はベクトルが横なんですけども、漢字っていうのは縦書き、縦で書くもんですから邪魔なんですね、横に出てる。だから象という字なんかもそうなんですけれども、本当は寝せた形なんだけれども、それを縦に長く縦で書いてます。これも同じ原理です。でこのベクトルを縦に書いたのが、この引くというの、引くという時の引く。じゃあなぜ弱い強いに弓が入る。それは弱い弓と、3400年前の中国には、やっぱ日本もそうなんですけど、弱い弓と強い弓があったから、弱い強いというものを弓で表せばみんな分かると思うんですね。弱い弓って何だろう。弱い弓っていうのは弓自体の弱さもあるし、弱い力で動かせるという意味もあるんですね。これです。飾り、いわゆる儀式で使う、これは日本の神楽なんですけど、このような弓っていうのは非常に弱い飾りですから、だからここにある、ここにリボンがついてるじゃないですか。この飾りがついてるのを表しているのが、あの弱いのちょんちょんって書いてある。あれは別に氷という意味ではありません。このリボンを書いた赤たち、じゃあ強い意味ってね、対極にある強い弓っていうのはもちろん殺傷能力がある強い弓、人を殺す弓。じゃあ、ね、理屈っぽい学生は必ず、じゃあそれ無視って何ですか。よくぞ聞いた。いい質問ですね。強い弓の条件って何だろうっていうと、この鶴なんですよ。戦争の時にこの鶴が切れたらもう命に関わるんです。だから戦争の時のあの強い弓の一番のポイントは、この鶴が切れないこと。そのために何が必要かというと、これが必要、これ
テグスガっていうガっていう種、その幼虫が強い強い糸を出してくれる。これで上手に編んだあの鶴っていうのが戦争の時に使われていたあの弓の鶴だというふうに言われています。これは魚釣りなんかにも使えるんだと思います。でそれで、このような漢字系統図のお話が出ました。これはまあ広いっていうね、広志さんっていう日本の名前がこう弓をこう広げる、この肘を表しているっていうふうに言われています。ここまでいいですかね。正しいとは何だ、ちょっと急ぎます。制服の正義になぜ正しいがあるのか、これを分けると正しいとこういう区分でしたよね。で足型とこの城郭っていいました。で中国の町っていうのは必ずこのような城壁城郭で覆われています。敵から守るためと、もう一つはこの中に神を祀っているんですよね。で王っていうのは王家の代々の神がいるんです。でその神がこの城郭の中にいる人は守ってあげますよ。だって、日本も江戸時代まではそうですよね。外に出ると悪霊がうろうろ、わけのわからないお化けが、うようよ見えないけれどもいるというふうに考えられてたじゃないですか。で、その中国も同じです。おそらくそういう思想っていうのは中国から日本に入ってきたんだと思うんですね。でこのような城郭を攻める、私は正しい、相手は間違ってる、だから正しくしてあげる。アメリカがイラクを戦争を仕掛けた時と同じじゃないですか。イラク、フセインは間違ってるんだ、ね、自分が正しくしてあげるんだって戦争を仕掛ける。その論理っていうのはもうずっと3000年4000年変わってない、まあ、あくまで自分は正しい、ね、それで、このようにして相手の城郭都市、相手の城郭があるところは大体首都ですからね、首都の王がいるところを攻めるわけです。だから正しいというのは征服者の論理ですね。正すというのがもともとの論理です。だから正しに行くというのが征服の正義。じゃあ正義を振りかざして国を征服した、それから何にするか、祭りごとで、ね、この右側のは明日明後日、ヘルテ大学でお話しますが、これコントロールする、ピシッピシッと叩く。だから征服した後国民をコントロールする。そして税金を、今まで王に上げていた税金を今度は私に上げます。それから今まで王の神を祀っていたものを私の神を祀るというのがこの祭りを表しています。キリがないんですけど、3時過ぎです。はい、もしまだ足りない人は本を買って、ね私もまだ今まだいろいろな話、面白い話を聞こえに行きたかったんですけれども、もしかしてあさっての講演に、英帝大学の講演にも、はい、お時間がある方がどうぞいらしてください。で先生ありがとうございました。ですみませんが本当に3時になりましたので、次に発表のところに入りたいと思います。本日は3つの発表がありまして、まず最初の発表ですが、動画サイトニュースを